ご覧いただきありがとうございます。フリーアナウンサーの島江里子です。今日は新しい企画です。今私はオンラインシステムの Zoom をつないでお話ししているんですが、今日はこの Zoom にイラストレーターの方をお招きして、一緒にイラストと声のコラボレーションをお届けします。では今日のゲストご案内します。イラストレーターの吉澤美幸さんです。お願いします。はい、美幸さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。イラストレーターの吉澤美幸です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日は本当にありがとうございます、はい、今日はですね、せっかく美幸さんをお招きしていますので、まあ、お話も伺いながら今日はコラボレーションをぜひぜひご一緒させてください。はい、はい、よろしくお願いします。ではまず私から美幸さんの紹介を簡単にさせていただきます。吉澤美幸さんは1990年からイラストレーターとして活動していて、水彩などで描いていらっしゃるんですよね。はい、それでイラストやエッセイ、塗り絵、絵本などなど47冊も執筆されているんですよね。あ、もうごく一部ですけれども、はい、本当にたくさん執筆されていて、講談社、PHP 研究所、コスミック出版などなど各社から出版されています。どんどん出てきますよねどんどん出てきます。本当にたくさんいろいろな、ね、各社から出版されていますまた出てきました。でさらにその中のイラストエッセイ、星見る幸せ、ウェブ出版ですが、ちょうど美幸さんの後ろにポスターが飾られていますよね。これ実はプラネタリウム、あの東京池袋のサンシャインシティのプラネタリウム、私も見に行ったことがあるんですが、すごく豪華なあのプラネタリウムなんですが、そこですとか日本全国11カ所のプラネタリウム番組として投影もされているんですよね。さらに雑貨のイラストやデザインも手掛けていらっしゃって、キャットチップスというオリジナルキャラクター出てきました。かわいい猫ちゃん、キャットチップスですね。あ、かわいい。こういうお皿ですとか食器とか、あとはおエッセンシャルオイル、エッセンシャルオイルあるんですか。かわいいですね。あ、出てきた、いろいろ気を落として気持ちよさそう。お、あ、スマホケース、あー、かわいいね。販売中です。なんか本当にいろいろなものが500アイテム以上出荷されているんだそうです。で私もう伺ったのは、ナムコさんの UFO キャッチャーにも、あ、ミユキさんのキャストのこのキャットチップスですかね。あ、食器だったんですけど、あ、なってます。そうなんですか、すごくいいですから、はい、もう本当にいろいろなところにミユキさんの、はい、イラストとかがキャラクターがあって、本当にたくさんファンもいらっしゃるんですけれども、私があの8月に東京の銀座伊東屋で開かれたみゆきさんの個展にお邪魔してきたんですよね。はい、こちらですよね、はい、でここに私があのお邪魔した時に、本当にねみゆきさんの作品の世界観が素敵で、ありがとうございました、ありがとうございます。それでなんかこう朗読の幻想的な雰囲気にぴったりだなと思って、ぜひご一緒させてくださいということで今回実現したんですよね。はい、そこで今回はみゆきさんが星にまつわる本を何冊か出されているんですが、その中に電子書籍がね、あ、そう、星見る幸せとか、そうなんです本があって、電子書籍があの出されているんですよね。星がくれる16の幸せ、あ、こちらですね、マイナビから出版されています。星がくれる16の幸せで、今日はこのエッセイの中から私が朗読をしまして、同時にみゆきさんにイラストを描いていただきたいと思います。ちょっとこれ初めての試みなのでね、そうそうそう、どんなのかなって私たちも未知数なんですけれども、はい、まあ、とりあえずぜひね一緒にやっていきましょう。はい、お願いします。はい、すごいドキドキなんですけどよろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初に私が今回の朗読イラストライブ、星がくれる16の幸せの中からはじめにというのをまず読ませていただきますので、その間にみゆきさんご準備をお願いします。はい、はい、ではみゆきさんカメラを切り替えていただきまして、はい、私も今ちょっとカメラの
切り替えをします。これで、はい、これでみゆきさんの手元が大きくなりました。では、準備していただいている間にちょっと読ませていただきます。ではお願いします。はい、はい、ではまずはじめに、毎日の暮らしが同じことばかりではないように、推したちも毎日少しずつ変化している。でも変わらないことはただ一つ、まっすぐに輝き続けていること。揺るぎない星だから、心が疲れた時は空を見上げる。そしてたくさんの幸せをもらおうよ。ではみゆきさん、ご準備はいかがでしょうか。今画材を整えていらっしゃいますね。もう少しかかるかな。もうちょっとお待ちくださいね。で、今はじめにを読ませていただいたんですが、今度はこの中から星翼の楽しみというのをお届けしていきます。少しお待ちください。はい、じゃあいいですよ。はい、では、はい、準備 OK ですね。はい、はい、それでは、推し、大丈夫ですね。はい、推し、ドキドキするけど、参ります。それでは、星翼の楽しみをお届けします。それでは、お楽しみください。星翼の楽しみ。星翼をしてみませんか。天体観測とは違う、星から元気をもらう星の見方。何にもいらない。知識も特別な道具も。ただぼんやりと星を眺める。それが星翼。森林浴や月光浴というように、自然の力はどんな薬よりも疲れた心に優しく響くもの。都会の星はあまりたくさんは見えないけれど、それでも星を見ているとスーッと心に響いてくる。くすんだ心に刺さっているトゲがいつの間にか抜けていく。ベランダや庭で椅子に座って夜空を眺める。香りのいいお茶を飲みながら飽きるまで星を眺める。なんて贅沢。周りに建物が多く空が遮られるときは、ビニールシートを敷いてペタンと座ると星がよく見えるようになる。ゴロンと寝転んでももちろんいい。空が自分だけのものになり、まるで宇宙を旅しているみたい。いかがでしょうか。みゆきさんが今イラストを、描いてくださっています。なんかこのカメラがちょっと薄いので、はい、もうちょっと設定してみましょうか。あ、そうですね。もう今すごくボワーンと柔らかい感じになってますもんね。はい、ね、私もなんかなかなか設定とか得意ではないんですけど頑張ってみますね。ねえ、ちょっとこう ね、ズームでというかね、オンラインでっていうのを初めてなので、私もビデオで、あ、ビデオの、うん、ビデオの中のフィルターをやめればいいのかな、かビデオ設定の、あ、ここでどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、あ、かなり綺麗、あ、綺麗、あ、こう、ますよね、夜空っていうのが分かってきました。
はい、ちょっと書かせていただきます、ね、はい、じゃあ少し私も実況させていただいてよろしいですか。はい、なんかみゆきさんはこう色鉛筆に筆、はい、なんか混ぜながら書いていらっしゃいますね。これは水彩筆という画材ですね。へえ、色鉛筆です。あ、色鉛筆にちょっとこう水を含ませるということですか。水に溶けるので、あ、もう直接芯をこうやって、へえ、水筆というんですけど、水筆、はい、へえ、溶けるんですね。あ、すごい。そうするとこうグラデーションというか、すごく本当に水彩絵の具みたいな、はい、へえ、すごく素敵。すごい、なんかこうちょっとこうね、夜空だけどこう紫色のような、青いような、すごく深みが出てきました。あ、そして猫ちゃんの、猫ちゃん目が輝きましたよ。描いてからもこうやって溶かすことができるんですね、うん、あ、へえ、じゃあこうどん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 こう加えて深みを出したりとか、味わいがこうどんどん深まっていくきますね、はい。ちょっと音うるさいかもしれません。うん、いえいえいえ。は？なんだろうこれ。何これは。ドライヤーです。え、ドライヤーですか？ドライヤー使うんですか？ドライヤーで乾かすの？髪がでもシワシワにならないのかしら。髪がシワシワにならないのかしら。そうなんですね。濡れたままだとシワシワになっちゃうので、うんうん、最初に私準備の時にこうマスキングテープを貼ってたんです。あ、マスキングテープ、うん、大丈夫なの。へえ、すごい。なんか、え、ちょっと意外でした。ドライヤー使ったり水筆使っていったりして、あ、こうやってイラストがどんどんこう立体的になってできてくるんですね。はい、へえ、なんかね、本当にこうイラストも一期一会というか、どん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 その時によって表情が変わってくるから、なんか楽しみ。あ、なんか、あ、パラパラパラって飛ばせるんです。あ、すごい。え、あ、水で飛ばしているってことですか。です。わあ、すごい。ちょっと本当に星空らしさが出てきたんじゃないですか。わあ、すごい。見入っちゃって実況を忘れてしまいますけれども、あ、なんかこうやってどんどん色がこう増えて、色合いが、色彩が出てくると、猫ちゃんの、ね、なんかこう表情も変わってくるような気がします。星かしら。はい、星です。あ、あ、はい、猫ちゃんのね、顔色もほんわかしてきて、わー、これ本当にすぐもう目の前で見たら、もうさらにきっとね、色彩とかが今結構明るめに、あの画面柄だとね出てきてますけれども、あー、柔らかい、欲の楽しみに合わせてイラストを描いてくださいました。みゆきさん、ありがとうございます。いや、本当にあの描いていらっしゃるところをしっかり拝見したの初めてだったのでびっくりしたんですけれども、まずはでもこの猫ちゃんが星空眺めてる様子、すっごくなんかほんわかした雰囲気、あの星空見てすごく癒されてるなっていう感じがすごく伝わってきます。ありがとうございます。ね、ちょっとね、朗読時間よりかなりオーバーしてしまったんですけど、大丈夫です。でもなんかお話聞いてから、じゃあどんな感じかなっていうので見ていただけたかなとは思うんですが、これみゆきさん、どんなイメージでこのイラスト描いてくださいましたか。やっぱりあの今回の詩は星浴の楽しみということで、あのベランダとか
本当にちょっとしたところで星にこう包まれて幸せになる時間っていうのをイメージして描いたものなので、イラストの方も、まあ、夜空の中にこうちょっとベランダでちょっとシートを敷いて、お茶を置いたりして、でこう夜空を見上げて、まあ、もしかしたら都会だったら少ない星かもしれないし、まあ空気の美味しいところだったらたくさんの星に囲まれて星浴ができるんじゃないかな、うん、そんな風にしてイメージして描かせていただきました。あ、確かにこの猫ちゃんがすごいこう星空に包まれてこう覆われてほんわりしてる感じがすごく、はい、伝わってきます。ありがとうございます。なんか私もワクワクしながら読ませていただいたんですが、みゆきさんいかがでしたか？すごくやっぱりなんか私はいつも文章を書いて、そして絵を描いて、心の中で読んではいるけども、どなたか、誰かが読んでくれてるわけではないので、はい、すごく嬉しかったですね。もうまた印象が全然変わりますね。へえ、やっぱり書く感じもちょっと変わりますか？そうですね。まあまた、このズームというのでも。そうそう。これもまた新鮮ですよね。そうなんですよね。なんかこういろんな初めての環境で変わりましたね。ライブってあんまりやったことはないので、でもイラストライブを最近はインスタの方でインスタライブというか、そうですよね、少し理由をやったりとかもしたりとか、展覧会でちょっとライブをやったりとかはしたんですけども、着色してこう、まあ、講座はありますけど、はい、こう詩に合わせて やるっていうのはアートなこうインスタレーションっていうんですか、っていうのは初めてですごい嬉しいですね。ちょっとなんかアートの時間を一緒に共有させていただけて、でね、こう見てくださってる方も一緒に共有させていただけてるので本当にすごく楽しかったです。ありがとうございます。で、みゆきさん、途中で私絵を描いていただきながらいろいろお尋ねしてしまったのですが、画材ですか？色鉛筆、普通の色鉛筆じゃないんでしょうか？いろいろなものが出てきましたけれども。そうなんですよ、はい、今日使ったのは水彩色鉛筆。水彩色鉛筆、はい、色鉛筆は普通の油性の色鉛筆と水に溶ける水彩色鉛筆の2種類があるんですね。はい。それで、まあ、皆さんが子供の頃から馴染んでいるのは普通の油性の色鉛筆で水に溶けないタイプです。それで、こちらは、水に溶けるタイプの色鉛筆で、水彩色鉛筆というんですね。で、まあ、イメージとしては、ここの先が全部固形の絵の具と思っていただければ、固形の絵の具がこうペンになってるというか鉛筆になっている。そうなんです、このまま描けるし、さっきみたいに水筆といってここに水を入れておけるペンなんですけども、はい、筆なんですけども、はい、押すと水が出てくるんですね。へえ。なので、まあ、最初の方にちょっと私バーって水を塗ったので水入れも使ったんですけども、なくてもこれだけで完結しちゃうんですよ。塗れるんですどこでもね。で、そうすると、ちょっとずらすとこうやって書いて水筆でキュッキュッと押すと水が出てきますので、このままこうやって溶かすことができる。すごい。じゃあより細かになんかこう表現しやすいんでしょうかね。そうですね、いろいろできますね。だからこのままこうやって書いて楽しむこともできますし、これでも十分普通の色鉛筆のように楽しむこともできます、うん、でまたはこうやってさっきみたいにこう溶かして絵の具みたいにして遊ぶこともまたは私がさっきやってたみたいにここで絵の具を固めたようなものなので、はい、こうやって取ってで、こうやって描くこともできます。もういろんな表情が出せますね。あと、パレットもあるんですけども。あ、本当だ。で、これを描いちゃうんですね。絵の具ですから。おー。で、これを取って、ちょっともう普通の絵の具みたいな状態。あ、私初めて見ました。面白いですね。で、あと、
最後にこの星を飛ばした感じをするためにやったんですけども、スパッタリングという技法なんですが、こうやって、水を出しながら。うん、おお、あ、すごい、本当に星空みたいに、スパッタリングですか。はい、あ、すごい、本当に色鉛筆でいろいろな表情とか、こう、ね、ニュアンスが出せるから面白いですね。洗わなくてもこうやって拭き取ればもう綺麗。あ、わあ。いいですよ、ね、そういう意味でも使いやすさもあって。いいです。ああ、よく使われるんですね、こういったものを。飛ばしてしまったの、手もよくしまったんですけど。水筆でならないんです。水筆では取れないですね。フロートマーク取れますけど、あれそうそう。そう。ね、でも、すごくこう、星空を見るっていう楽しい世界をイラストで表現してくださったんですが、みゆきさん結構星にまつわる書籍をいくつか出されていますが、はい、星にお詳しいんですか？そう思われがちなんですけども、全然詳しくなくって。え、そうなんですか？はい、もう本当に、え、あれ何座だろうみたいなレベル最初に私がこの本を書くことをご依頼された時も、詳しくなくていいんですよ、詳しくないけど星が好きっていう人の方が絶対世の中には多いはずで、だけど恥ずかしいから詳しくないから言えないっていう人がきっといると思うので、うん、それを堂々と言ってみてください。なるほど、確かに私は星見るのすごく大好きで、うん、本当になんか星を見るぞって言ってそういう望遠鏡を使って見るわけでも全然ないって思ってもいない、うんうん、ただ夜空をこう見上げて、あ、なんか今日もいい一日だったなとか、なんか星から癒されるなとか、あとこういう風に星よく、なんか星にこうただただ包まれている、それで幸せって私はすごく思っていたので、うん、それでいいじゃん、そういう気持ちだけでもうありなんじゃないって思って、それで詩を書いてイラストを書いていったら、こうすごくたくさん私の中から溢れ出て一冊二冊となっていったんですね。ありがとうございます。でありがとうございました。はい、それでその今ご紹介した星がくれる16の幸せっていうのは、本当にたくさんのイラストとエッセイが掲載されています、載っていますので、ぜひ皆さんもご覧いただきたいなと思うので、みゆきさんご紹介いただいてもよろしいですか？はい、星がくれる16の幸せはマイナビさんよりKindle で発売していますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そうですよね、ぜひ概要欄にも載っておりますので、よろしければぜひご覧になって星空の、ね、こう世界を楽しんでみてください。そしてみゆきさん、YouTube とか Instagram でも発信されているんですけれども、ね、塗り絵の塗り方、大人でもなんか楽しめる塗り絵の塗り方、イラストの描き方とか、出していただいた個展の様子、これは今、何の QR、 あ、みゆきさんの LINE 公式ですね、ちょっと傾けていただいたらいいのかな、光っちゃうかしら。あ、いいですね、いいですね。一応概要欄にも公式 LINE の URL を載せしますけれども、ここでもいろいろなみゆきさんの最新情報とか個展の案内とかありますかね。はい、ぜひですね、こちらも皆さん遊びに来て、ね、ご覧になっていただければと思います。公式のプレゼントしていますので。え、プレゼント、はい、壁紙を。あ、壁紙、あ、そう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 、嬉しいですよね。ぜひぜひちょっと癒されるので、はい、皆さんもこちらにね、ご覧になってみてください。はい、ということで、あ、そう、最近著書もね、本当にみゆきさんたちで著書もね、ありますかね。急に降ってしまいましたが、なんかこうライブならでならでは、ならではちょっとバタバタしてた。出てきました。はい、気まぐれ猫ちゃんズの塗り絵レッスン、これ今年ですよね、そうね、出されましたよね。そして、こちらは6月に発売、末ですね、6月に発売したばかりで、さっきお話ししてたような、はい、色鉛筆の書き方、塗り方とも載ってます。あ、じゃあ私たちでもできるんですね、挑戦できますね。そしてここからこう塗り方、あ、すごい、
いもありつつ、だんだん後半はあのいろいろ猫ちゃん図たちが、そうね、なかなかズームだと見えにくいから、ぜひあの手に取って見ていただけたら、すごく細かいのであの楽しめると思います。はい、そして気まぐれ猫ちゃん図ポストカードブック、こちらは最近ですよね。はい、あと個展をやってる最中に発売になったんですけど、あどうされました、これ日本でした、これほらこれ本当にライブで急に繋いでやっているっていうのが真っ白でちょっとびっくりしびっくりしちゃいますよね。じゃあ見せていただきましょう。はい、こちらですね。はい、あ、出てきました。ポストカードに、あ、これも最初ちょこっと塗り方の、 あの説明も入ってるんですけども、うん、半分塗れて半分見本になってて、でミシン目が入ってるので切り取ってポストカードとして送れるというタイプの本です。わー、すごい。もうだから塗ってそのまま送れるっていうことですよね。これいいですね。ホームページ一応見本付きなので、なんかじゃあ、うん、じゃあちょっとみゆきさんが塗ってくださったものもちゃんとあるからだ、まあ、一応参考にしてね、で参考程度なので自由にね塗っていただけたらいいかなと思うんですけども、はい、はい、ありがとうございます。こちらもね、あのホームページ書店、普通の一般書店でも発売してますので、はい、ぜひぜひ、はい、コスメック出版から発売になっております。ぜひぜひこちらもですね手に取っていただければと思います。さあ、ということで今回の、イラストと朗読のコラボレーションでしたけれども、いかがでしたでしょうか。ご覧いただきましてね、ぜひあの楽しんでいただけたら第2弾もお届けしたいなって私は思っています。みゆきさんよろしいですか。はい、なのでぜひぜひあの今日のご感想ですとか、何でもこう感じたことあのコメントで送っていただけるととても嬉しいです。あ、今日のねライブで描いていただいたイラスト見せてください。ありがとうございます。星よくをしている猫ちゃんのイラスト描いていただきました。はい、ということで今日はイラストレーターの吉澤みゆきさんをお招きしました。みゆきさん、ありがとうございました。あ、ちょっとさっき言いかけたって重なっちゃったんで気になっちゃうと思うんですけども、はい、私実は今年イラストレーター30周年なんですね。あ、そうだ、90年からだから、おめでとうございます。それでなんかちょっとこう何か記念のことをやりたいなと思いつつ、その中の一つとしてこういう新しい朗読イラストライブということをさせていただいて、とっても感激しています。はい、なんかまたなんか続けていけたらいいなと思いますので、本当にですね、お願いします。ありがとうございます。こうね、今いろんな時代の変化に合わせて私たちもなんかいろいろな新しい企画をやっていきたいと思いますので、ぜひ今日の感想をお寄せください。でまたあのみゆきさんのインスタグラムですとか YouTube もですね遊びに来ていただければと思います。ということで、今日はイラストレーターの吉澤みゆきさんをお招きして、イラストと朗読のコラボレーションのライブお届けしました。みゆきさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さ、そして今日も動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。